実行中のサブルーチンとは呼び出されたが処理を完了していないサブルーチンを意味する。実行スタック、制御スタック、関数スタックなどとも呼ばれる。また、単に、スタックといった時にコールスタックを指していることが多い。コールスタックを正しく保つことは、多くのソフトウェアが正常動作するのに重要であるが、 その詳細は高水準言語からは、透過的である。コールスタックを使う目的はいくつかあるが、主たる目的は実行中サブルーチンの処理を完了して、制御を戻すときに、どこに戻ればよいかを覚えておくことである。例えば、次の記事コードを考える。サブルーチンドロースクエア。略。ドローリン、ドローリン、ドローリン、ドローリン。リン略。 サブルーチンドロースクエア内の4箇所からサブルーチンドローリンを呼び出すとしたとき、ドローリンは4箇所のうちのどこに戻ればよいかを知る必要がある。一般にドロースクエアのコード内でドローリンを呼び出しているそれぞれの箇所で呼び出し処理の次の命令のアドレスをコールスタックに格納することでこれを実現する。コールスタックはスタックとして構成されているので、 呼び出し側は、リターンアドレスをスタックにプッシュし、呼び出されたサブルーチンが完了した時に、リターンアドレスをコールスタックからポップする。呼び出されたサブルーチンがさらに別のサブルーチンを呼び出す。場合も、リターンアドレスをコールスタックにプッシュし、プログラムに書かれている通りに情報をスタックに積んだり、下ろしたりする。 コールスタックに割り当てられている領域を使い切ると、スタックオーバーフローと呼ばれるエラーが発生する。あるサブルーチンに関する情報を、コールスタックに載せることを、ワインド、逆にそれを削除することを、アンワインドと呼ぶ。また、サブルーチンごとにコールスタックに格納する情報を、スタックフレームと呼ぶ。一つの実行中のプログラムには、一つのコールスタックが対応して存在する。 シグナル処理や協調的マルチタスク処理で追加のスタックを使う場合もあるが通常使用中のコールスタックは常に一つなのでこれを単にスタックと呼ぶことがある高級言語ではコールスタックの詳細はプログラマからは見えない関数のリストだけにアクセス可能でスタックを構成しているメモリ自体にアクセスすることはできない一方アセンブリ言語の多くでは プログラマースタックを操作する必要がある。プログラミング言語におけるスタックの詳細はコンパイラー、オペレーティングシステム、命令セットなどに依存する。前述のようにコールスタックの第一の目的は以下の通りである。言語、オペレーティングシステム、ハードウェア環境に依存するが、コールスタックはそれ以外の機能も持つことがある。そのような機能として以下のものがある。 典型的なコールスタックは、リターンアドレス、局所データ、引数を格納する。環境によっては、コールスタックの機能に差異がある。例えばフォース言語では、コールスタックには、リターンアドレスと局所変数のみが格納され、引数は別のデータスタックに格納される。多くのフォースの実装では、不動小数点数の引数を格納するための、第3のスタックが存在する。 コールスタックは、スタックフレームから構成される。スタックフレームは、マシン依存のデータ構造であり、サブルーチンの状態情報が格納される。各、スタックフレームは完了していないサブルーチン呼び出しに対応する。例えば、ドロースクエアから呼び出されたドローリンを現在実行中としたとき、コールスタックのトップ部分は数のようになる。 スタックトップのスタックフレームは現在実行中のルーチンのためのものである。最も典型的な手法では、スタックフレームには次の情報が格納されている。フレーム内のメモリ領域は、スタックポイントと呼ばれるレジスタを使ってアクセスされることが多い。スタックポイントは、スタックのトップを指している。別の方法として、スタックポイントとは別のレジスタを使うこともある。フレームポイントは、 フレームの中の決まった場所を指していて、例えばリターンアドレスが格納されている位置を指している。スタックフレームは必ずしも同じサイズではない。サブルーチンごとに引数の個数も違うので、スタックフレームのサイズも異なる。ただし、同じサブルーチンを呼び出した時のスタックフレームは一般に同じサイズとなる。同様に局所変数領域もサブルーチンが違うと、 サイズが変わってくる。実際、言語によっては、スタック上に動的にメモリを確保する機能を持っているので、同じサブルーチンを呼び出してもフレームサイズは変わってくるし、そのサイズはコンパイル時にはわからない。そのような場合、スタックポインタではなく、フレームポインタでアクセスする必要が生じる。というのは、スタックポインタからリターンアドレス格納位置までのオフセットが、 コンパイル時に判明しないからである。多くのシステムでは、スタックフレーム内に、前のフレームポインタレジスタの値を格納する場所がある。つまり、呼び出しがアルーチンを実行していた時に、使っていたフレームポインタの値である。例えば、ジョーズのドローリンの、スタックフレーム内に、ドロースクエアが使っている、フレームポインタの値を格納する場所があるということになる。 その値はサブルーチに呼び出し時に格納され、復帰時に戻される。そのようなフィールドが、スタックフレーム内の所定の位置にあると、コールスタックに積まれている、スタックフレーム群をたどっていくことが可能となる。場合によっては、スタックフレームはオーバーラップしているとみなすこともできる。オーバーラップしているのは、呼び出し側から呼び出されたルーチンに渡される、引数の部分である。 環境によっては呼び出し側はスタックに引数をプッシュして自身のスタックフレームを拡張しその後に呼び出しを行う。また別の環境では各サブルーチンは自身が呼び出すかもしれない別のサブルーチンへの引数の領域をあらかじめスタックフレーム内に確保していることがある。この領域はアウトゴーイングアーギュメンツエリアあるいはコールアウトエリアと呼ばれる。 この手法ではコンパイラが呼び出す可能性のあるサブルーチンのうち最大の引数領域を必要とするものをあらかじめ求めて領域サイズを決定する通常サブルーチンを呼び出す側でのコールスタック処理は最小限になっている呼び出すコードがあちこちに存在することを考慮すればこうすることでコードの増大を抑えることができる実際の引数の値は呼び出しごとに固有なので 呼び出し側で評価され、呼び出し規約に従って、スタックにプッシュされるかレジスタに置かれる。ブランチリンクのような実際の呼び出し命令が、制御をターゲットのサブルーチンに転送するために実行される。呼ばれたサブルーチンでは、最初にサブルーチンプロローグと呼ばれるコードを実行する。そこで、実際のコードを実行する前に行わなければならない、細々とした処理を行う。プロローグでは、 一般に呼び出し命令が所定のレジスタに置いたリターンアドレスをコールスタックにプッシュする。同様に現在のスタックポインタかフレームポインタをプッシュする。命令セットアーキテクチャによってはこれらが呼び出し命令の一部として実行され、そのような環境ではプロローグですべきことはない。フレームポインタを使っている場合、プロローグではフレームポインタに新たな値をセットする。 局所変数の領域は必要に応じて徐々にスタックポイントを変化させて確保していく。フォース言語ではコールスタックを明示的にワインドすることができる。スキーム言語では動的ワインドダイナミックウィンドという機能があり、スタック上に特殊なフレームをワインドすることができる。サブルーチンから復帰することができる状態になると、プロローグの逆のエピローグ処理が行われる。これは、 一般的には保存されていたレジスタの値をスタックフレームからリストアし、スタックポインタの値を変更して、スタックフレーム全体をポップし、最後にリターンアドレスに分岐する命令を実行する。多くの呼び出し規約ではエピローグ処理でポップする範囲に元々の引数も含まれる。その場合、呼び出した側に戻った時にすべきことは何もない。呼び出し規約によっては、 引数部分のポップを呼び出し側の責任で行うものがある。呼び出された関数から復帰すると、スタックのトップにあったフレームがポップされ、戻り値が残される。パスカルなどの言語は、関数の入れ子を超えた広域の GoTo 分をサポートしており、呼び出し側関数に制御を移すことができる。この時、スタックのアンワインドを行って、GoTo 分の戻り先の関数に対応した。 スタックフレームまで戻す必要がある。このような制御の転送は一般にエラー処理にのみ使われる。スタックは例外処理の際にもアンワインドをされなければならない。例外をサポートするためには、スタックフレームにさらに例外ハンドラを示すエントリーが必要となる。例外がスローされると、スタックはその例外を処理できる、例外ハンドラが見つかるところまでアンワインドされる。 コモンリスプではスタックがアンワインドされた時に起きることを制御するアンワインドプロテクトという特殊なマクロがある。継続を適用する場合、スタックは一度アンワインドされ、再度ワインドされて実行を継続する。継続を実装する方法はこれだけではなく、明示的に複数のスタックを用意して継続する。アプリケーションが単にそのスタックを起動して渡すべき値をワインドする。 近年、コールスタックを使った、これまでとは全く異なる技法が発表された。それは、コールスタックを使った、テストスイートリダクションと呼ばれる技法である。大まかに言えば、実行時のコールスタックが同じになる、テストケースは等価だとみなして、テスト件数を減らしつつ、テストスイート全体の問題検出能力を維持するという考え方である。 無作為にコールスタックの標本を採取することで、プログラムの性能最適化に利用することができる。コールスタック上によく現れるサブルーチンは、頻繁に呼び出されるか1回の実行に時間がかかっていると想定でき、その呼び出し回数を減らしたり、1回の実行にかかる時間を短縮することで、大きな効果が期待できる。詳しくは、性能解析を参照。コードとデータが、 コールスタックに混在していることはセキュリティ上危険である。詳しくはバッファーオーバーラグおよびスタックを参照されたい。ありがとうございます。